はいどうも長ですもう一個だけ、もう一個だけ今日最後、選挙のお話がね、ま,あ、まとめですかね。えっ、ー、と、さっきちょこっとね、まあ、今日の一番最初にね、この日本保守党さんの、日本保守党さんなんですけど、この別に飯山さんのお話はしてなかったんで、まあ、飯山さんがなんかこんなふうにおっしゃってて、えー、敵の背中が見えてきたと、何のお話かなと思ったら、さっきほら、 なんかあのまあ、とある媒体のっていうことでしたけど、このなんか情勢というか勢いというか,、ねえー、そのなんか途中経過みたいなそういうなんか発表が一旦あったじゃないですか、うん、さっきは日経でしたね、今度は三経ですかね、えー、立民のこの酒井さんがやや先行、ね、維新金沢さん もえー、あと諸派、飯山あかり氏が追うっていう、まあ、大体同じような分析ですかね。まあでも、ほら、ね、もともとのこのソースが共同通信なのはみんな一緒だから似たような格好になりますけどもね。えっ、ー、と、えー、20日21日両日、えー、衆院東京15区補欠選挙に関する電話調査、えー、取材を加味し情勢を探ったと。 えー、立憲民主党新人酒井氏がやや先行、えー、日本維新の会新人金沢さんがあ追いかけていると、で、えー、保守党の、えー、飯山あかり氏と、ん ?2 位、3位がどっこいどっこいってことか、うん、2人が追ってるっていう、だから三強みたいな感じなのかな。で えー、ただ3割弱がまだ投票先は決めておらず、情勢は変化する可能性があると。で、えー、無所属のこのおったけさん <laughs>、もういいよ、別に。これは伸び悩んでいると。で、えー、須藤さん、秋元さん、参政党の吉川さん、えー、根本さん、えー、福永さんは支持が今のところ広がっている様子が見られないと。うん なるほどね。そういうことらしいです。うん。だからね。あの維新の金沢さんとはまあ、横見たらすぐいるね。で、ちょっと前に、ね、立憲のこの酒井さんがいる。だから、まあそういう意味でこのね。背中が見えてきたっていう風におっしゃってるんですよね。うんあとこの今まではほら。例えば最初 tbs で。その後も nhk。 あの大手メディアが全く取り上げなかったじゃないですか取り上げてもなんかチョロチョロっとみたいなでもついにこの TBS もこの飯山さんに言及せざるを得なくなったとだからまあ飯山さんがねご本人があの TBS が飯山係に言及せざるを得なくなったこれこそ、えー、民の声だみんなここから気合を入れていくよっていうふうに、まあ、より強く支持を求めてる まあなんかいい風が吹いてるっていう実感があるんじゃないですかね。うん、まあそれでもね一応ねどれもこれも日本の半熟もスゴミ調べなんで普通に考えてさ、ね、放射能ガーッつって、ね、ブータ出てた酒井さんが、ね、今トップですよ <laughs> どうかと思いますけどね。 でねえー、その情勢運なんていう話はまあ今一応今言った通りなんですけどでそれとは別に、まあ、一応選挙に全く関係ない話じゃないですけどこの政党支持率内閣の支持率とか合わせて出てくるじゃないですかで政権交代を、ね、望む声が日に日に強くなっているっていうなんかそういうことを、ね、毎日新聞が書いてうれしそうですという話ですかね <laughs> 立憲支持層の9割強。 え <laughs> 立憲支持層の9割以上が政権交代を望んでいる、うん、そりゃそうだろう。むしろそうなってなきゃおかしいよな。えー、公明支持層でも3割弱。えーうん公明、公明支持層の3割弱。じゃあ、自公じゃなくて、この、公示にしたいってことですかね。 公明まあ、今でも実態はもう公明党の下に自民党でしょ、ね、仏壇移民党なんだからさ。うんね、もうカ,ルトカルト集団にねなんかもう言いなりの、ね、カルト政党、カルト政権だもんな。すっかりね。反日政権だもんね。うん、とてもじゃないけど支持なんかできないんだけどな。うん、ただ面問題はさ。 まあこ,のこの数字とか割合なんかにも大して意味も価値もないからどうでもいいんですけど毎日調べなんでね政権交代してほしいっていう人が回答者のなんか62%だっつってどうだっつってドヤ顔で毎日が書いてるんですけどこれちょっと、ね、我々日本生まれ日本数字の日本人だと意味合いというか受け取り方がちょっと変わってきません、ね、政権交代は確かに、うん、必要だと思いますがね じゃあ誰でもいいからもう誰か代わりにやれよってわけにもいかないじゃんねだって一回試しにやらせてみようっつって大失敗だったじゃんそうだからこの62%っていう数字もなんかこの中途半端であれなんですけども仮にじゃあこの62が本当だったとして、ね、あの例えばその数字上にこの現れてこないなんかその人たちのこの どういうういいつもりなのかっていうだから代わりが、ね、本当は政権交代を望む数字がもう9割とかかもしれないけれども、ね、そのうち3割ぐらいはいやちょっと待てよと、ね、政権交代は確かに必要なんだけども、ね、今の仏壇・坪・移民党の坪、ね、政権にはうんざりなんだけれどもじゃあ他にどこにやってもらうんだっつったらちょっと待てよとっていう人も僕いると思うんですよ。 ね、何でもいいからもうとりあえず太郎山本さんにやってもらおうぜってならねえじゃん、うん、僕はならないと思うんですよ、うん、だこれが困るんですよね,、うん、ねだってそもそもが自公も対外ですけども、ね、立憲共産の社民令和なんて論外なわけじゃん、うん、困るんだよなこういうの本当 でえー、政権交代してほしいとの回答が30代、40代、50代の7割弱、18から29歳、60代、70代以上でも6割あったと、えー、支持政党別では立憲民主党支持層の9割以上、日本維新の会支持層の約7割が政権交代してほしいと、もう一回立憲にやらしてみようぜってなるか、ならねえだろ。ってかなったらもう本当に日本崩壊だよ。<laughs> でえー、自民党支持層は8割弱、公明党支持層は約6割が政権交代して欲しくないと答えたが、公明支持層では政権交代してほしい、もう3割弱あったと。何公明主導の、<laughs> ついに表舞台に立つって、ははは、世も末だな。だ結局さ、この政教分離って全然あのなされてないじゃん。ね 与党も野党もはっきり言ってあのそこ真剣に、ね、なんかもう掲げて、うん、だからそこ争点にしてほしいよね本当だったら、うんね、政治資金パーリーとか裏金とかキックバックとかそれもそうなんですけども、うん、やっぱりこの反日売国勢をどん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 この、ね、一掃して片付けていかなきゃいけないからさ、ね、半島カルトなんても論外じゃん。うん でもな、どうやって片付けるか、これもな、思想、心違う、信教、宗教の自由とかってね、うん、逆手に取られちゃって、やりたい放題だもんな、うん。ちょっともう今日は限界なんで、この辺で、また明日。